悠々白書始めるぞさっさと準備しろバカ棚がやととおりゃーくらえボケが思い上がるなはあ 我慢ならないねな、ぐ、うわあうわあはは勝負はまだじゃぞ。行くしかあるまいは今だ,今だやれやれ 霊降虐勝ち馬鹿たれ行くぞ,行くぞほぉこれでどうだいたうふふふ。あたしは正義の味方じゃないからね。気に入らない奴は容赦しないよ。 どうやら役者は揃ったな。悪あがきはやめとけ。もう逃げられん。心の準備はできたか。どれそれじゃ早速始めようかね。あたしの礼覇堂もなまったもんだ。しまった。面ラ拝むのを忘れてた。おいおい、なんと冷たいんだろうね。年寄りを置いて帰る機会。 私は限界だ。お前なんかに殺されてたまるか。修行に比べたら、お前の攻撃は、火みたいなもんさ。これを持てるのは、霊光波動剣正当伝承者ただ一人。人は自分の気分次第で壊せるものを、それぞれ持ってる。お前には十年早い。 お前の敗因を教えてやる。お前は、し、一人じゃない。忘れるな。壊したくなったら、その前にここに来な。余ったれんじゃないよ。今の言葉、忘れるんじゃないよ。今度は容赦せんぞ。本当に変わってないよ。あんたの頭の中は戦いだけだ。 話にならんな、マ鉄メじゃ。悠々白書で、あんたの力、見せてもらうよ。っっっっおーーくらえはどうした こんなものが。ああ<ー>こうた私たが肩をつける。本当に。 バカなんだから死んでも治りゃしないんだからお前はやめとけこれでも暗いな霊光享反射はんッフよしえー 無駄だね。自分の霊気は無駄にできないんでね。でんでねあんたの容器を利用させてもらったよ。ふっふっ。いえーまずいな。あたしも無理な戦いはきつい。強がりはよしな。あんたの力、見せてもらうよ。容赦しないよ。さーて。 どうするかなどうやらうまくいったようだね。今の技でなきゃ、やられてたのはこっちさ。あんたごときに霊気なんて必要ないね。何を迷ってんだ、バカどもめが。まさに一触即発だったな。霊波動を最高にまで高めると、細胞が活性化して、肉体が一時若返る。手加減してお前たちが負けて死ねば、 奴らが救われるってのかふん、そんなこと知らないよ。怒りで霊的なレベルを上げるとは、なんという奴。あんたは私を正義と言ったが、そんなつもりは全くないよ。こんな回復の早い奴は初めてだ。たまたま嫌いな奴に悪党が多いだけのことさ。そんな余裕なんかないはずだよ。 私はそのきっかけを与えたに過ぎない。あんたが歳を取れば、私も歳を取る。それでいいじゃないか。本当に、バカなんだから。悠々白書。少しはわしにもかっこつけさせろはっそりゃ せーのどうだよくぞ見抜いたああ何をやっておる骨はわしが拾ってやるな、うん、わ何わあ で死ぬとこじゃったわいわいしの命をお前の勝ちにかけよう。仕方あるまい。わしの後ろにいろ。壁くらいなら作れる。くらえはあ、今ここで使わざるを得まい。好都合だ。真風感。うん 有ン会議わしも参加せざるを得んだろう。いつでも逃げる準備はできている。逃げ時かな。ヤバくなったらすぐにでも脱出しちゃおうっとご苦労だったな。ふん、勝ったな。見事な戦いだったぞ。ここまで成長していたとは。 よくやったぞ。人間界でのわしは、この姿で通っている。かっこいいだろ。戦えと言うなら、いつでも、逃げるぞわしは、あまりにやばい賭けをしたかもしれん。それがお前にしてやれる、わしのせめてもの償い。親父に言っとけ首でも感動でも好きにしてくれとな 魔界を統一するのは誰かを見定めるためにやってきたのだ。どうした悠々白書で戦えと言うならいつでも、逃げるぞおうお前が受ける試練はこれだ貴様の心がけ次第だ久しぶりだなこれンだ 新たに試練を与えよう。大事件の発生だ急を要するのだわしも行くぞ決まっておる暗黒武術会じゃ魔界トーナメントじゃイベントじゃミッションじゃトーナメントじゃついてこいよく来たな ああ、楽にしろ。んこれだつまりだ見てみろここじゃここをタッチじゃスライドするのじゃ選ぶんじゃいいね、いいねアホー頼んだぞこれを見たまえ うーん。相手はどうなっているのだなるほど。面白くなりそうだ。しっかりせんか。頑張れ待つしかないか。ああ、つまらん。大丈夫かいな。なんとかしてくれ。ついにやっつけた やったぞやったやったよくやったぞほれ見ろ、ミろ言った通りじゃろうが。やれやれ。何をやっておるバカもがはっはハはええなんじゃと何 わりわり。血100叩きの毛それでおしまいだ。できるようになったのだぞ